戦前の孝太郎による、外箱町。1939年、本曲で見せた公演は、指揮者に孝太郎の芸力を再認識させる機会となった。1955年にも、古希を祝してこの曲を舞い、高い評価を受けているコンパル八条は、シテホ金春流78世総家、能楽師本ンナ太郎、隠居後八条を名乗った。76世総家、 コンパル七郎豪運の長男として奈良に生まれる。弟にコンパル栄二郎。1870年、餅月の小方で初舞台を踏むが、19歳の時に足を負傷し、運びに滑らかさを欠くようになった。このため1910年に父が逝去した際には、弟栄二郎が宗家を相続するものの、後に辞退し、改めて1914年に、 高太郎が78世宗家となった。奈良を離れることなく演納活動を続けたこと、長らくコンパル流の流勢が振るわなかったこと、東京では同流の桜館ともなう馬、弓川親子の活躍に注目が集まっていたことなどから一般的な知名度は必ずしも高くなかったが、晩年その芸を竹地哲次が高く評価したところから、 黒音筋での評判が高くなり、息に感じた幸太郎は、戦後10年ほどの間に充実した舞台を務める。1951年に、長男、コンパル信高に宗家を譲り、1954年からは八条を名乗り、間もなく舞台を退いて、1962年に没した。次男のコンパル金蔵も能楽師となった。脚本家のコンパル智子は、金蔵の娘で、 八条の孫にあたる、ありがとうございます。